さあそれでは行きたいところだが、とりあえずね大東大が近いのないっぽいので、適当に、ね、この辺ちょっと見て、アップとかはできない、こんな感じ、こんな感じ、大したのない領域は、あ、あった、あっけ、あらら、イオン島、おっと、結構あるな、思ったより1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,20 だな、まあ20ぐらい食べるのめんどくさくてやめちゃったけど、さあ報酬はおいくら万円いただけるんでしょうか。あー見えてる見えてる、うふう、あんた達新しいの見つけたわね、1個だからあと2個、3個目からいいこと思いついた、鑑賞できるようにそっくりな作品作っちゃおう。どこに並ぶんだろうね、パイナップル、ここ島ないのか、とりあえず目標はここに向かうわけだから、次は大灯台あるところまで実は何にもなかった。ここはここでさ、島1個ぐらいあると思ってたから遠いな割と遠いな、だからってあの別の村行って帰ってくるまでの時間があるとは思えない。なのでこの船島のね、行ってない場所がないかとか、現状まだわからないなのはあれだね、木の穴なんだ、ミニマリオとかマメマリオとかになれるのかな、ひげをしとるのを、そうかそうか、ひげを育てるとラッキーが出やすくなるんじゃん、ひげは分別、島を救うなんてさすがですよ、大東大島を目指しましょう、やっぱまずはそうだ、この子は生き生きってところにもお花がいっぱいあるんだよ、ぶっ飛んじゃうお花があるんだよ、おっと虹が来た、ウルサさんがグラゴンにきついお仕置きをしたらしいけど、ウルサさんの愛なんだよ、そこに愛はあるんだ、これもいつ入れるようになるのかな、まだアクションが全部使えるわけじゃない、歌うといつもより上手に歌える気がするんだ、浜辺、ここで、緑のコーラと赤のコーラがあったみたいだけど何も見つからない、ここも穴だ、いつになったらあの穴に入れるようになるのかな、よし終わりかな、さすがにね、一応まだツイス島がクリア後に行ってないんで行きゃいいんだろうけど、行って帰ってきた頃にはどうなってるかな、やっほー、ここもね、まだ届かないんで、ジャンプ力が伸びるのか、ブラザーアクションのことやらもまだ一つもやったことがないので、一番初めのオープニングでね、2人が握手するだけでいろいろ大変なことになった割には、あまり今何も起きないなって。よしよし、まあまあ、新海域。大体これを見ればさ、わかるって言ってた。これとかこことかありそうだよね、まあ一応自力で回るけど最終的にはね、ああこれね、どう見てもこれね、攻略のお世話になるかもしれませんね、中入るな、そうだね、こうなるって分かってたら先に
先にやっとくべきだね。こことかもありそうだよ。やることがない行くかまた。で行ってると今度はね、こっちの海流イベントの方、おお来た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 、よし、とりあえずね、まあここに行く前になんか出てきたんで、ここ行ってみましょうか。よし、それじゃあね、今度こそ、行くぞー。さあ、あれだけど、まあ先にちょっとあれを調べとこう。珍しい、なし、オッケー。さあ、それでは久しぶりの新しい島、行くぞ。発見、生き生きと生き生きするゾーン、収蔵がいそう。じゃあ、行くぞさあ、今回のルイージはどうなるか。マリオは綺麗に着地、ルイージは届かないルイージー、僕はなんで落ちよういんなの兄さん。おお、生き生きするぞ。飛んでる敵もいるね、新しい敵かな。おお、すごく伸びるよ。あ、あなた今空から降ってこなかったっすか。オッケー、船島から大砲で飛んできたの。生き生きしてるにも程があるわ。収蔵かよ、赤いし。収蔵って赤かったっけお、お客さん何か買ってくかい。装備更新されてますかね。アイテムは、更新なし。装備は、あー、クソ高かった。ピクニックブーツくんゴチです。おっとおっとっとっと、おっと、受けると 20% アップ。ボス戦とかには役立つけど、逆に言うと連続で攻撃食らわないんだったら価値がない。あー、まあまずハンマーを一つ。とりあえずルイージはハンマー攻撃、マリオがジャンプ攻撃、まあ両方結局食わなきゃいけないんだけど、まあ、高い方をマリオに。ありがとうさーん。ルイージの方によいしょまだ激安だったんで、よし。あの、この昔のドラクエを思い出すよね。装備買ってお下がりを、ね、勇者の装備を戦士にお下がりにするっていうのを思い出す。こいつら装備できるもん同じだからね。では早速探索いく。ぞいぞい。ルート的にはなんかすごい広いな。まあこっち行ってみようか。ここ閉まってる。ショートカットポイント。おマリオでは割とよく見る仕掛けだな。例えば敵図鑑がないよね。下がある。あ、あるわ。下の階には逃がさへんで。逃げれるとこ少なすぎ。とりあえずこいつと戦ってみようか。うぜいいダメージ。全体攻撃したくなるな。レベル高っ。スピードアップ、スピードアップ。こんな人にもあるか。いくぞ。はい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 。パスパス混ぜ、ドリブルドリブル、ナイッシュー。
相手は死ぬ。でこれノーダメだったら経験値 15% アップ。おいけ、まあレベル上げすることがあればその時は。最近のゲームはね、あんまレベル上げしなくてもどうにかなるようなバランスなことが多いから、なかなか咲かへんの。俺、台紙がバラバラになってコネクタルが届かないようになったじゃん。いくつかつぼみのまま咲かなくなっちまったんじゃよ。全部咲けば向こう岸から東大子供できそうじゃがんの。何、どうしたら花を咲かされるのかって。硬いからに刺激を与えればいいんじゃと。硬くて遠くに飛ばせそうなものはないのか。こいつじゃ、ポンポンと種を吐き出すのを見たことがある。一人ではさばききれんじゃろうな。なるほど、腰と肩と膝と胃をやられてなければこのわしがもう致命傷じゃねえか。ああ困ったの、任せておき。おお、これいる。やんやん、やっほー、カルビーシチェデメルコン。おいえおいえい、行くぞ。おいえ、XXY! 多いな。XYXYXXYYXXYY。 あれ ?XXY。あ、思ったよりもテンポが早い。なんだと、すべて咲いておるフラワーロードジア、向こう岸に渡れるぞい。思ったよりもテンポ早かった。ゆっくり休めろ。話聞く前にあげてるけど大丈夫か。勝手なことするなって言われない。知ってる、カブジーの噂、地面に待ってるのよ。ここにもカブジーいるの。はいはい、ということで、こう行ってこっちからこう戻ってきて左ルート行ったら全部回れるかな。怖せー。もう戦ったんで、チャース。生き生き島は初めてかな、乗ると飛び跳ねる花になれた、なれると癖になるのさ。行くぞルイージ。 LMML LMML。一キャップキノクをあげちゃう。仕掛けんだよそんな攻撃。バーカ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 。あれはないか。あそこの下行けるかな。そんなものないよ。ルイージ何しろいな。よし、やったぜ。で、なるほどね、結局両方のルート行かなきゃいけないんだ。あーはい、めっちゃいい、レッツタック。いや、おー、何してるんだい君たち。
あ、これで横長い移動ができるようになりそうだね。とどうすれば男塾名物人間橋でもするのか。お、ルイージ来い、謎解明。ルイージ出した。え、新しいアクションを思いつきそうだって。これビーしてデメルコン。あ、崖を飛び越えられるアクション、そんなことできるのか。これは70ピカラットぐらいあるぜ。もうあれがあるから、はっ、回ればいいんだ。謎解明。これ見てって。マリオ。これ見て、通り締めでこうやってこうやって。はっ。おいや。オッケー。理解した。そういうことね。完全に理解したわ。R で UFO スピン。お、ついにブラザーアクションが。何これ。踊るの。X。そうはならんやろ。ナトラルがいい。2人で記憶すればそんなアクションできるんだ。ブラボーのアクション、ブラボーアクションだね。ブラザーじゃなくてブラボー。あ、いまいち。ブンブンアクション、うんうん、VV アクション、ブブブブブラザーアクション、それだ。ブラザーアクション UFO スピンを編み出した、編み出せるもんなんですかね。兄弟の力を合わせてブラザーアクションができますよと。まずは UFO スピンだ。アイコンを切り替えて X を押して UFO に変身、そして移動できます。カービィかな。ポーレイさん、レイさん、この柳さん、キノピオです。ピーチ姫はゴブチなんですか。ピーチ姫もこっち来てるんですかね。まあ、ピーチ姫はまだ見たことない。船島、島をつないで世界に。さすがマリオさんにルイージさん。この島を船島につなずけたら私たちも行きます。いやー、キノピオは可愛いな。じゃあショートカット開きに行くから。あ、色違い、あー嘘だ、どんどこどーん。奥行きが最大の敵。やばい、やばすぎる。俺のパワーを、何、回復、なんということでしょう。ほら、まっさすごい、タクシー、このポッドと必殺をぶち込んでやるぜ。演出が投げんだよ。ほら、誰狙うとかできたらいい。お、耐え上がった。回復回復。ポイミスライフ。自分を回復すべきだったな。あいつ名前何だったんだろう。結局直接選ばなかったから名前わかんねえ。
はい、ということでね、モンスターズ感欲しかったですね。いや間違えた、 R スティックだよ今、 R っていうのが頭にあってあや、よし帰ってきた。じゃあ逆ルートやな。上。ああなるほど。絶対右から行かなきゃいけないね、これじゃないと、ね、UFO を覚えてない。おお、ちょっと高すぎ、ちょっと高すぎ、 UFO 使えて戻すか。ミニスティック X、まあまだ慣れませんが、よし、なるほど、タイミングこの状態でね、ジャンパーできるの、ちょっとこれ待たなきゃ無理だな。帰ってらっしゃい、これ普通のジャンプでもいけそうだけど、まあ、いや、これもまたもう見たいですね。よし、分離、こい、 XXY YYXYYX XX、 あ XXYYXXYY、 XYYXYX さあラスト、YXYYYXYYXX、 やったぜ。別に難しくはないんだけどだからリズムゲーでここで押せみたいなのがないんで、ちょっとミスっちゃう。違うの取りに行かない釣り、釣り、なんか今魚屋なかった、のせた。君たちは船島から来たのか、聞いたことないな、そんなところない、そんなところない、コネクタルツリーがあるんだって、大地がバラバラになってコネクタルツリーはなくなったんじゃ。新しいコネクタルツリーか、すごい、僕も見てみたいよ。保護色やめろ、保護色。ミノシノロノハの10個だからね、今18個だね。